はい、こんにちは、116インズです。個人的にメジャーリーガーは世界の中でも最もタフな仕事、タフな人たちに部類されると勝手に思っています。そらまあ半年間ほとんどまともな休みなしで全米中を飛び回りながらシーズン162試合プラスプレーオフも戦いますので、そら当然タフだし、そういう人じゃないと務まらないのは当たり前なのかもしれませんが、同時に世界で最も野球の上手い人たちの集まりでもありますので、タフでありつつ一流であるほど忍耐力ですとか、自分の願いを叶えるためにひたむきに努力できたり、こういった姿勢の面でも並大抵の人間ではないのかなとも思います。で、そういった素質を兼ね揃えていたおかげかは分かりませんが、今週2人の選手がそれぞれの大きな困難を乗り越えて MLB の舞台に帰ってきました。そんな話をちょっとしていこうかなと思います。はい、まずはホワイトソックスのリアム・ヘンドリクスがついに復帰を果たしましたよね。ヘンドリクスは今年1月に非ホジキンリンパ腫、がんの診断を受けたことを公表し、WBC オーストラリア代表も辞退して治療に取り組んでいましたが、公表からわずか5ヶ月での MLB 復帰。公表当初ヘンドリクスの復帰見込みに関しては、ホワイトソックス側も開幕を迎えるまでは全く出すつもりはないというスタンスで、まあ野球よりも優先すべきことがありますので、それは当然の対応かもしれませんし、実際後にヘンドリクスのがんはステージ4であったことが明かされるなど、冗談抜きに割と深刻な状況であったと思われます。そんな命に関わる問題に直面していたはずの彼が、治療を乗り越えて単に癌との戦いに打ち勝っただけではなく、こんなにも早くメジャーのマウンドに戻ってくるなんて、本当にメジャーリーガーはタフな人たちだなと思わされる出来事の一つが、まさにこのヘンドリクスの復帰でした。ヘンドリクスが癌を公表した際、球界中からサポートのメッセージが彼に届けられるなど、みんなが彼がこの戦いに勝利することを祈っていましたが、本当に良かったですよね。ヘンドリクスといえばリーグを代表するクローザー。2011年に MLB デビューしてからはなかなか才能が花開かず、DFA も5回経験している選手ですが、アスレチックス時代の2019年に本格ブレイク。この年は75試合に登板して防御率 1.80、 シーズン途中からチームのクローザーに就任して25セーブを挙げ、初めてのオールスターも経験すると、短縮シーズンとなった2020年も24試合で防御率 1.78、 サイヤング賞投票、 MVP 投票のいずれでも得票するなど、リーグを代表する守護神の地位を確立し、オフに FA で3年総額5400万ドルの契約をホワイトソックスと締結。ホワイトソックスに移籍してからも期待通りクローザーとして活躍し、2021年は69試合で防御率 2.54、 38セーブ。昨年は2019年以降では内容面では一番悪いシーズンとなってしまったかもしれませんが、それでも58試合で防御率 2.81、 37セーブ。2年続けてオールスターにも選出されるなど、ホワイトソックスブルペンには本当に欠かせない選手ですよね。今季のホワイトソックスのブルペン防御率はここまで 5.13 と MLB ワーストのアスレチックスに次いで振るっておらず、ヘンドリクス不在の影響が如実に出てしまっている感じですが、苦しむブルペンにとって彼が再び戻ってきたのは心強い限りでしょうか。そんなヘンドリクスですが、5月29日のエンゼルス戦8回から登板しまして、1回を投げて3安打2失点、マイナーでの実戦調整でも少し失点が目立っていて、昨年の速球の平均球速が 97.6 マイルだったのに対し、この日は最速で 96.6 マイルと、まだ完全に本調子というわけではないことが伺えますが、そもそも命を懸けてガンと戦ってきたわけですから、まずは無事にマウンドに戻って来られたこと、1イニング投げ切れたこと、これだけでもこの日は OK なのではないでしょうか。少なくとも復帰初登板で彼を大歓声で歓迎したホワイトソックスファンの方々も同じ気持ちなのかなと。ホワイトソックスとしてはいずれヘンドリクスが昨年までの絶対的クローザーの姿を取り戻してクローザーの座に返り咲くことを待っているかと思いますが、しばらくはプレッシャーが比較的少ない場面での登板を重ねて、実戦で徐々に慣らしながらの起用が続く感じでしょうかね。ということで、癌を乗り越えたヘンドリクスについてでしたが、もう一人大きな困難を乗り越えてメジャーに帰ってきたのがブレイブスのマイケル・ソロカ。かつてはマイク・ソロカの登録名でもプレーしていた選手ですが、先日約3年ぶりの先発マウンドを迎えました。ソロカは少し前までブレイブスの先発ローテを支える若手ピッチャーの一人だったんですが、短縮シーズンの2020年8月に1、2間方向に飛んだ打球でファーストのベースカバーに向かおうと走り出したところで、アキレス腱を断裂してしまう大怪我を負ってしまったのを覚えている方は多いかなと思います。ここから彼の長く辛い怪我との戦いが始まりまして、翌2021年は回復が思うようにいかなかったため、もう一度手術を受けたばかりか、ウォーキングブーツがやっと外れた直後に歩いていた際に、治療したばかりのアキレス腱をまさかの再度断裂。これで2021年シーズンを全休してしまうと、昨年もそのリハビリ、またマイナーで実戦復帰を果たした後には今度は肘の怪我をなどしてメジャー復帰とはならず、最後の先発マウンドから1029日もの日数が経ってようやくたどり着いた復帰戦となりました。
ソロカは2015年ドラフト全体28位指名をブレーブスから受けプロ入りを果たすと、2018年20歳のシーズンで MLB デビュー。2019年は彼にとってまだ21歳のシーズンだったんですが、この年ブレーブスローテーションを支える大活躍を見せまして、29先発で13勝4敗、防御率 2.68。ベースボールレファレンスサンスのウィンザボールプレイスメント 6.1 は、リーグではジェイコブ・デグローム、ソニー・グレイに次ぐ3位の好成績。新人王投票に関してはピート・アロンゾというあまりに強力すぎるライバルがいたせいで2位に終わりましたが、オールスターにも選ばれサイ・ヤング賞投票でも6位に入るなど、チームの若きエースでありながらリーグの中でも確実に爪痕を残す1年ともなりましたよね。2020年は1904年以降のブレーブスでは最も若い22歳と354日で開幕投手の大役も担い、ブレーブスローテの未来を担う人材、これから長くチームを支える存在となることを誰もが期待していただけに、これほどまでに怪我に苦しめられることになってしまったのはあまりに不憫としか表現のしようがなく、3年の月日は決して短いものではなかったと思いますが、メジャーの舞台に復帰できたのはブレーブスファンでなくても喜びの気持ちの方がやはり大きいです。ソロカもヘンドリックスと同様に5月29日に復帰、アセチックス相手に先発登板しまして6回を投げて4失点。残念ながら敗戦投手にはなってしまいましたが、一応ゲームはまあ作りまして、久々のメジャーでの先発であることも加味すれば役割は、もちろん今季なかなか勝てていないアセチックスが相手だったとはいえ、ひとまず果たしたとは言えるのかなと。球速自体は2019年と大きくは変わっていませんが、2019年にランバリューマイナス12を叩き出したシンカーの縦方向の変化量が以前ほどではまだなかったみたいでありますので、ここは今後どうなるのかなと。ブレイブスは現在先発陣ではマックス・フリードとカイル・ライト、昨年のチームを支えた2人を欠いていて、ストライダー、モートン、今季大ブレイク中のブライス・エルダーに続いてもう1人くらい計算できる先発投手が欲しい状況にありますので、2019年ほどとは言わずとも、少しでもソロカがかつての彼らしさを取り戻してくれたら大きいですが、果たしてどうでしょうか。丸3年近くブランクが空いてしまいましたが、それでもソロカは25歳とまだまだ若い選手ですし、前半のヘンドリックスと同様に復活を楽しみにしたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。